もう正直その振り返る時期ではあるんですけど、まあ、残りこれだけ少なくなってきてもなんか開幕した時みたいに毎日もっと良くならないかな、もっといい形で勝てないかなっていう、こうもがき苦しむというか、そういう状態が未だに続いていて、もう一回140試合やらせてくださいっていうね、そんな感じの振り返りだから、何か少しは前に進んでるのかなって、とにかく苦しくても前に進めばチームが前に進んでるという実感があればいいと思ってやってるんですけれども、まあ、ただそういうふうに中でも、ある程度若い選手が試合に出てるというところから、若い選手がレギュラーを取りかけてるっていうところまで来たと思うんだね、まあ、そういう意味では、なんか前に進み始めてるのかもしれない。ただこれはこれから残り試合、それから、その後のいろんな戦い、それから来年、そこで本当に光り輝いてくれればここまでの苦労が意味があるし、でそこでまたストップしてしまったりバックしてしまったらそれはまた意味がなくなってしまうので、この今年の振り返りが良かったのか悪かったのかっていうのは、実はこれからの戦い方、選手の成長の仕方、結果の出し方、まあ、そういったことにすごく大きくリンクするので、それが2014年本当にいいシーズンだったっていうふうに将来ね、やっぱ言えるようにしなければいけないというふうな思いです。やっぱりここを一番の一発で結果を出さなきゃいけないシーンが多くなっている状況では、やっぱり過去の経験だったりとか本当に技術を持っている選手とか、そういう選手たちがどうしても活躍するという時期に来てるんでね。で逆に若手でまだ負けてたまるかとか、そういうなんか負けじ魂みたいなものも含めて、この時期にはやってくれるというふうに思ってたので、まあ、そういう意味ではそういうのをはっきり出してくれてるんでね、まあある程度経験ある、まあ、ベテランという言葉がいいのかどうかわからないんですけど、そういう選手に嫌な思いもさせてきましたけど、ここで活躍してもらうためにね、前に進んできたので、まあ本当に嫌な思いさせてきましたけど感謝してます。まあ、僕は早い、かなり早い時点でね、直接稲田と話をして、でやっぱりそういう覚悟を持ってやるシーズンというのは非常に難しかったと思う、正直。ただやっぱそこに最後に来てね、例えばこの前西武の時ホームラン打ったりとか、そのやっぱりその自分のためじゃなくてチームに貢献できる選手で居続けられる操作、やっぱり引退決めて残り何試合になると自分のことばっかり考えそうですけど、稲葉の場合は決してそうじゃないっていう、やっぱこういう選手が改めていなくなるこう大変さっていうか、来年以降本当チームこれ本当稲葉作んなきゃって申し訳ないですけど、そういうような思いですよね。だからまあそれこそが稲葉篤紀が野球界に示してきた姿だったと思うんでね、まあそれがどこの球場行ってもみんなが稲葉ジャンプしてくれるっていう状況になるっていうのは僕も感動したし、稲葉もすごく嬉しかったと思うし、なんかやっぱこういう選手いなって代わりにどんどん作んなきゃいけないねっていう風な思いですね。まあ本当に、これを今取ってる状況っていうのは残り14試合まだ全部勝てば何が起こるか分からない状況にいるんでね、最後の最後まで全て勝ちに行くし、よく練習でみんな言ってますけど、毎日がキャンプだって言ってる通りでね、選手が育つためには最後の1試合たりともね無駄にはできないし、その厳しい戦いの中で得られるものっていうのが重なっていって選手チームが育つんでね、まあ、実はこの最後の一瞬一瞬っていうのはものすごく重要なことになってくるの でそれは本当にポストシーズンに向けてっていうことではなくてね、将来のファイターズにとってこれを活かせるかどうかが勝負になるので、それは僕も思ってますし、選手たちも分かってくれてると思うんでね、で最後どんなものを見せてくれるのか僕も楽しみにしてるし、ファンの皆さんもぜひねそれを見届けてほしいし、でそれを見て、来年以降ねこのチームはどうなるのかっていうふうに、ワクワクしてもらえるようにねしっかりやっていきたいと思うんで、はい。長いシーズン、応援本当にありがとうございます。いよいよ最後の局面を迎えました。で1年間本当に毎日もとにかく仮に負けてもエラーしても次の日にもっと上手くなったらいいんだという思いでみんなでやってきました。それがこの最後の札幌ドームの試合でどういう形で出せるのか、これ本当の勝負になってくると思います。ここで出せなければやっぱり日本一というものは取れないというふうに思うので、ぜひその姿を見ていただきたいですし、それを見て来年チームはこんなになるなっていうふうに必ず思ってもらうように頑張りますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。